ジルケリージルケリーはカリフォルニア州ポモナ生まれのアメリカ人ポルノ女優である。本名はエイドリアナムーアという。身長165センチメートル、スリーサイズは94、61、91、アベン伝道のメンバーである。10年のキャリアで420本以上のポルノ映画に出演した。ポルノ映画への出演でよく知られるが、 スパイクリーのラストゲームやオーギャスモなどのハリウッド映画への出演もある。15歳の時に18歳と嘘をついてカリフォルニア州オンタリオでストリッパーとして働き始めた。当時の恋人と別れた後、本当の年齢を打ち明けると仕事を解雇された。後にケリーが18歳の時戻ってきたが誰も気づかなかったという。後にサンフランシスコの王。 ファレルシアターでティファニーミリオンとライブセックスショーをするようになった。1993年に彼女らは二人でラスベガスを訪れアベンショーの受賞式を見物している。最初に役がついた映画は1991年のザ・ローラーブレードセブンというアクションアドベンチャー映画だった。その後も何本かの一般作に出演した。1993年にキャルジャマーと出会い、 一ヶ月後に結婚した。1998年10月に自身のプロダクションを立ち上げたが、2006年4月には倒産し、ペントハウスに買収された。ペントハウスは未公開策を含め、プロダクションを買い取るのに176万5千ドルを支払った。コーリー・ジョーダンとの一年の結婚生活で二度妊娠し、二度とも流産、そのうち一度は、 子宮外妊娠だったと述べている。2004年10月、離婚を発表した。ありがとうございます。